日本を囲む豊かな海に住まう数多くの軟体動物。中でもイカは近海だけでも100種類以上が確認され、古くから日本の食文化を形成してきた。その中で釣ってよし、食べてよしで釣り人に絶大な人気を誇るのがアオリイカ。俊敏な動きでエビや小魚を捕食するイカを釣り上げるため考え出されたのがエギ。文字通り、かつては木で作られた疑似餌は時の流れとともに進化を続けている。そのエギを使った釣り方はエギングと呼ばれ、近年人気のゲームとなっている。笛木則夫さんは渓流釣りに始まり、さまざまな釣りを経てエギングの虜になったこの道のエキスパートだ。そんな笛木さんと共に今回ショアからのエギングに挑戦するのが、元格闘家でタレントとして活躍中の雅人さん。以前少しだけエギングを経験したことがあり、今回は久しぶりの挑戦。ました。お、また来た。連発。よし。今日はいっぱいいますね、イカが。やったー。やっぱりね、釣りは釣れると楽しい。ほら来た、一発目、ほら。いたぜ、ほら。これ、ジャストサイズ。来たよ、ほら来た。いたぜ。おお、おお、来た。このまま抜いてしまいます。ほら来た。イエーイ。ゲーム性に富んだエギングの世界を骨の髄まで楽しむ。一年中温暖な気候で黒潮の恩恵を受ける高知県。去年の11月中旬、雅人さんと笛木さんは高知の港で合流した。どうもこんにちは、雅人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回わざわざね、高知まで、来ていただいたのは、アオリイカって少しね、暖かいところの生き物なんですよ、で今ちょっとね、シーズン的にはあの初冬、少し寒くなってきてて、あのやっぱり水温の暖かいところでね、狙いやすいんで。期待に胸を膨らませる2人は早速釣り場へ向かう。たどり着いたのはイカ釣りで名の知れた幡郡大月町。時間帯は潮が上げてくる絶好のタイミング。今透明度が高くて、太陽光がすごい届くので、まずはね、こういったオレンジ色のカラーとかね、今イカの活性、水温がやや高め、20度を超えてるので、イカ自体も回ってくれば、活性が高くて餌いっぱい食べるタイミングなので、住んでる時は本当はピンクでいいんですけど、オレンジの方が見えやすい。見えやすい。で、あとはこう自分でもエギの位置を確認しやすいので、まずはこう慣れてもらう、あとはこの音がするんで、水中でそうチョンチョンってしゃくるとカラカラ音がして、結構見えない位置にいるアオリイカも結構引き寄せる力が強いです。バッチリですね。よくアオリイカってこうルアーとかあの餌で釣る、例えばこう釣りでこうターゲットになるときに聴覚率って言って、アオリイカが例えば10杯いたら、そのうちの何杯釣れるのってい こう確率はすごい高いターゲットなんですよ。今のこうプラス要素は揚げ潮、沖にいるアオリイカがこうどんどん寄ってくるんですよ、でしかもこういう水深の浅いところって、水深がの幅がないから、アオリイカが泳いでくると見つけてもらいやすいんですよね、でまだ水温が高くて、アオリイカのこう活性が高くて餌見つけたらすぐ飛びついてる、ショアから狙う場合、広範囲を探るのがポイントとなる。遠投のコツも教わりつつ、
ひたすらキャストしてアオリイカの回遊を待つ。おー、いるいるいる、そこにいる。おー、いたいたいた、惜しい。来たよ。ついてた。ついてきてたね、はい、今いた。何回か投げてるとまた来ますよ、はい、今いた。いるな。いますね。釣り上げることはできなかったが、イカの気配を感じ胸が躍る雅人さん。そのうち向かい風が強くなり釣りにくい状況になってきた。そこで気分転換も含め別の港に希望を託す。チャンス時の夕間詰め、一杯でもいいので何とか釣り上げたい。笛木さんも何とか引きずり出そうと手を尽くす。海は時に無情だ。港にはドラグ音だけが鳴り響く。20度ほどの適水温ではあったが、季節は冬の入り口、そう甘くはないようだ。雅人さんの長航2日目、朝は冷たい空気が流れ込み、海水が蒸気になって立ち上る幻想的な光景が広がる。昨日アオリイカに出会えなかった雅人さんは今日こそはと意気込む。朝マズメは食いが立つので一頭目から気が抜けない。お、勝った。お、勝った。ゆっくり、同じスピードでゆっくり前に進む。よっしゃー。よっしゃー。やっ、一投目。一投目じゃないですか。二投目で。よし。で、竿先下げながら、竿先下げながら、糸旗もそのままスーッと、スプル押さえて、抜き上げてください。スプル押さえて。ここで、はい、抜き上げてください。そーっとそーっと。よーし。朝一、やった。ほっ。やったー。ナイスです。釣れるときはあっという間に釣れますもんね。待ちに待った待望の一杯。昨日のことが嘘のように元気なアオリイカが姿を見せてくれた。警戒しちゃいましたかね。はい、警戒しちゃいましたかね。いや、今なんか僕また触りました。痛いですか。触ったけどちょっと、あ、じゃあ合わせとこなっちゃったんで。あ、じゃあやっぱ回ってきてると思う。じゃあ何匹かで言いますね。そんなあれじゃないですか、結構近いところじゃないですか。そうですね、ちょうどね、足元のところがこうか、駆け上がりがこう、90度に合わさって、ドンつきになってるんで、そんな奥じゃなくていいですよ、ね、はい、ちょうどその正面あたりから手前にしっかり誘ってくれば、はい、今ちょうど太陽が当たるようになってきたんで、はい、次ピックアップしたらエギの色少し変えてみましょうか、はい、笛木さんは焦らず、あくまで現状に合ったエギを選び直す方針。エギにはさまざまなカラーバリエーションやサイズがある。どのようにしてセレクトしていけばよいのだろうか。ちょっとね、こうサイズが例えばこう小さくなってもですね、同じスピードで沈むように、これ糸結ばないでポチャンって水の中沈めると1メートルを3秒ぐらいでシュート沈む。全部一緒なんですか。一緒なんです。ただP ラインって糸がこう浮力っていって海水に浮いてしまう素材なので、こうサイズが小さくなると沈む力がやっぱり弱いので、同じ道具でやると
スピードがこうちょっと遅くなる。やっぱりこう数を釣っていく中でこう大きさのこうローテーションとか、あと色味をこう変えていくっていうのがかなり釣果を上げていくためのこうテクニックの一つ。まあ、日中金テープ、はい、まあ、暗い時は赤テープ、ピンクテープ、はい、でベイトがいる時はね、こういう柄がマーブルテープとかね、下地が少し虹色になってるんですけど、はい、こういういったものとか、ね、複雑な柄が結構多いです、ね、あとこのエギって目が青いのと赤いのがあるんですけど、この青いやつ、うん、音が鳴るんです、ね、音が鳴る、はい、こういう中にこうラトルっていう、こう音の出るようなものがある、はい、まだ目で見えないけど何かいるよって寄せてくる、うん、あの集めてくる力が強いものと、あとは逆にこういった、ね、音のしないタイプ、まあ、見つけてもらえればこう、違和感がなく釣れる、イカの反応はその時々で変わる。刻一刻と変わるシチュエーションに合わせ釣果アップにつなげたい。今度はちょっとですね、サイズ少し小さめにして、水深が浅くなったんで、はい、息がこう底つかないように少し軽めに 3.05 にして、この日中目立つ金テープのやつします、はい、小さいイカでも抱きやすいようにエギを 3.5 号から3号に交換。作戦はうまくいくだろうか。エギを軽くしたらその分若干しゃくる強さを弱め、スムーズに動かすことが大切だ。お、来た来た、ゆっくり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 、同じスピードで今そう今横に曲げて深いところから来ましたね。さあやばいです。同じスピードで巻いてきてください。もうやった通りですね、一発ですね。やった通りでしたね。すげえ。深いところにいましたね。いました。多分今何回か投げてて、カラーも色変えたじゃないですか、でサイズ少し変えたんで反応がちょっと悪かったやつが、もうギュッて抱いてきた。で竿の長さ短いぐらいまで巻いたら、このスプール、ハンドル手離してスプールをグイッと押さえて、それでゆっくりこうやって抜いちゃった。ほら、いやー、しやったー、来ました。サイズ少しエギ変えると、ね、シャクル強さもこう、変わりますね。ちゃんと上手に泳ぐように加減してね、はい、上手に泳いでますもんね。やりました、やりました。雅人さんに当たりが出始め、喜びに沸く高知県のエギング釣行。釣り上げることができたのは笛木さんのアドバイスのおかげだ。サポートに努める笛木さんだが、事前の試し釣りではエギングを楽しんでいた。やっぱりね、エギあんまりね深いとこ投げるよりは、水深の浅いこういったね、目に隣接したようなエリアを狙っていった方が効率が良い。軽くロッドを4回に、煽る動作でね、今のエギはよくジグザグに泳ぐようにできているので。来たよ、ほら来た、いたぜ。おお、おっ、来た。効いてんじゃない。来たよ、狙い通り、ガバッと抱いてます。いい抱き方しております。なのでこのまま抜いてしまいます。ほら来た、イエーイ、いました。早速キャッチです。でーん、アオリイカです。朝はねちょっとまだ水中が暗いんで、こういうねピンク色の、下地、こういった色がね、シルエットが影がよくできてですね、見つけてもらいやすい。幸先良いスタート。反応が良いと見るや次の一手に出る。少しね太陽が出てきたのと、イカの反応も悪くない。
まあ、澄んでいる塩なんでピンクのマブル。少しロープに気をつけて狙っていきたいと思います。今ね、色をローテーションして今狙ってるのはちょっとね、飛距離とかね、重い大きめのエギの方がね飛びやすいんで、わざわざ 3.5 号のサイズを使ってるんですが、今ね潮が引いてきてここら辺浅くなってきたんでね、さっき釣れたイカに合わせて 2.5 号とかね 3.0 号とか、ね、もう一サイズ小さいエギを使ってもいい。色だけじゃなくてサイズもね、ローテーションして狙った水深とかね、飛距離とかを効率よく攻めるようにいくと、さらに上カップ。効率性を重視して 3.5 号のエギを数投したら、小さいイカに合わせ 2.5 号に変えて高瀬にかかる。セレクトします。さあ行きます。せーの。こういったね 2.5 号軽いエギなんですけど、今ね使ってるのがちょっと長めのね竿なんで、重さが軽いんだけど距離がと、いいね。ほら来た、一発目、ほらいたぜ、ほらこれジャストサイズ連発です。さあカラーじゃなくて今度はサイズローテーション、いましたよ。なんとサイズを変えて1投目で結果が出た。がっつりです。サイズ的には先ほどよりねちょっとやっぱり一回り小さいですね。まだいますよきっと。やること全てが好結果。そしてエギの選択だけではなく、天候や地形など様々な条件を考えるのもこの釣りの楽しみだ。お、来た来た濃いかな俺来たついてきました。すでに強いこう小さめのエギでスケルトン、こんな小さなイカちゃんも思わず触ってしまいました。この日は面白いように読みが当たる。港を変えても好調は続き、次々にアオリイカが姿を見せた。ほら来た来た来た、ほら、あ、連発タイムほら来た、絶好調、むぎーほい、おビルの合成が強いからこう負荷をかけても負ける。はい、さあ来ました。初頭でも初夏から楽しめる豊かな海と戯れた。そして笛木さんと釣りを続ける正人さん、ずいぶん釣りに慣れてきたので、より釣果が望める固めのロッドに変更することにした。さっきよりだいぶ差が大きくなりましたね。そうですね、はい、もう正人さんもうあっという間に上手になっちゃって、最初インナーガイドという、はい、ね、ロッドのティップに糸が絡みづらい道具でやってたんですけど、うん、はい、もう上手に使えてるんで、この外側にガイドがついてる、はい、アウトガイドというタイプの竿で、はい、さっきはね ML というちょっと小さめなエギを使うのに、はい、具合のいい柔らかめの竿だったんですけど、はい、もう距離も飛ばせてるので、はい、こう M クラス、
3.5 号バスジャストの竿に変えました。こちらがもっと飛ぶってことですか。そうですね、もう今こういう風のない状態とかでしたら、はい、もう扱いも上手くなったんで、もうマサさんのこうパワーを生かしていただいて、はい、ね、遠投できるとかなり広範囲を探れるので、はい、さらに超過の確率が上がっていくと思います。はい、どういうのかな。エギの選択も自分で考える、ここからが真の本番だ。じゃあこれからはこのアジカラーのエギで、なんかこの竿の動かし方もなんかさっきのよりなんかやりやすいですよ。しっくりくるっていうか、しなりがなんか全然違いますね。マサトさんと笛木さんのエギングの旅も終盤を迎えていた。このこれ自分の目でも見にくいんで、ああそうですね、余計イカも見えないんじゃないかなと思って。いいですね、そういう感じ、はい、自問自答しながらベストなエギを探す。お、来た。あ、かかった。来ました。ちょっとゆっくり前に行くよ。あ、引っかかってない。引っかかってる。あ、いや、イカだ、イカイカ。イカ、イカです。来ました。来ました。ゆっくり巻いてください。これでかい。そうです。お、これは大きいんじゃないのかな。お、だよ。ちょっとやっぱ時間空けるとイカも、ね、回ってきてる感じですね、うん、で、お、これでかい、ね、もうちょっと糸巻いてスプールまた押さえてゆっくり上げてください。スプール押さえて、はい、手で、はい、 OK です。はい、糸かかってます。おっ、あナイスです。でかい、これ最大サイズ。やったー。おい、来ましたー。やりましたー。でかい。ね、いいサイズ。ってことありましたね。これ僕選んだ駅ですよ。ね、今、はい、カラーセレクト、パープル、はい、ピンク。ちょっとパープルをセレクトしてみました。やっぱりね、釣りは釣れると楽しい。ついに自分の選んだエギで釣り上げた。喜びもひとしおだ。あとね、釣った後こう、はい、炭が堤防についちゃう場合があるんで、はいはい、そういった時はね、こういったバケツで水汲んで、ね、流しておくと。なるほど、マナーですね。マナーで、はい、よっ。なるほど。さあ、釣り跡をジャバッと来ました。お、また来た、連発。よし、今日は大量だ。絶好調。今日はいっぱいいますね、イカが。やった連発ですね。やっぱ今日はこのピンクがいいんじゃないですかね。ピンク紫、ピンク紫いいてますね。黒潮が育む元気なアオリイカの引きを堪能、豊穣の海に感謝する。雅人さんにとってはさまざまな経験を得てエギングの新たなステージに上がる兆候となった。次、まあ、もし機会があればもっとね、1キロぐらいとか春先とか大きなイカがいるっていうふうに聞いたんで、まあそういうのを狙ってみたいですよね。日本で生まれたエギという独自の道具でチョアからアオリイカを狙う。手軽に楽しめ、ゲーム性も高い上に食べても美味しい。だから人々はエギングに魅了され、また釣り場へと足を向けずにはいられなくなる。かけがえのない喜びを再
再び味わおう。今回使用したリールはニューツインパワー C3000 です。このリールの特徴は何よりタフであること。新設計の肉厚台形なドライブギアを採用して防水性能を飛躍的に上げたコアプロテクト。それによって初期性能が長く維持できます。それと G フリーボディという重心をロッドに寄せた重心バランスによってですね、長い間しゃくったりしてもですね、持ち重りしない、軽く扱えるので集中力が途切れず長い間楽に釣りが楽しめます。こちらが新しく発売になるセフィア 4x4 3.8 号になります。 3.5 号の軽いしゃくり感のまま4号に近いアピール力が備わっております。こちらにはですね、時間差ラトルシステムという新しいラトルシステムを搭載しておりまして、しゃくった時、フォールの時、それぞれですねラトルの音が強くアオリイカにアピールするという本になっております。皆さんもぜひこちらの新製品を使ってでっかいアオリイカを狙ってみてください。